小林健人。正面にレイ、外にレイ、待て、締め。佐藤拓海と小林健人の試合が始まりました。まあ、この試合といいますと、今日の大会の最初の波乱を作りました佐藤拓海選手がこの3回戦どういった戦いをするかが注目されますが、はい、小林選手も非常にテクニックのある選手ですので、まあ、非常にいい試合になるのではないでしょうか。はい、去年の世界大会も出場しています小林。はい、その小林がまず左の下段の蹴り、ここは中段の蹴りを見せていきます。ここまで両者とも蹴りを中心とした組み立てになっていますが、はい、左の中段蹴りを見せました小林。突きから中段の蹴り、どうですか、ここまで小林はまずまずうまく運べてますか。まだちょっと、様子を見てるというか、はいはい、そこまで試合動いてないですね。なるほど。一方の佐藤はここは前に出ていく。そうです、佐藤選手は前に詰めて一気に攻撃したいところだと思います。はい、佐藤は2回戦で徳田に対して延長で技ありを取って、おっとこれは認めず、惜しかったですね。止めて、そこ、中段の突きから、また小林が少し攻めあぐねというか、そうですね、はい、まあ、どちらかというとアグレッシブなのは、佐藤選手の方がアグレッシブかなと思います。はい、強敵を倒した勢いがあるでしょうか。はい、そういうのあると思います。この佐藤、そして先ほど勝った奥寺と城西支部がここまで、はい、東京城西支部が非常にいい選手活躍になっています。そうですね、城西支部は強い選手がいっぱい揃ってますから、はい、今顔面に突きが入りました。はい、小林が倒れました。ちょっと時間がかかるかもしれません。リプレイですが、右突きがちょっと顎をかすめた感じでしょうか。はい、ここまで積極的に攻めていた佐藤ですが、ここは、はい、そうですね、気持ちが出すぎるとああいったちょっとラフな攻撃になる、ことがありますね。はい、担架も用意されました。佐藤の中段の突き、これが顎に当たってちょっとこれはこれは一度退場して時間を置いてということになります。なるほど、ちょっと脳が揺れてるんでしょうか。うん、まだ少し苦悶の表情を浮かべています小林ですが、一旦下がります。少し試合再開まで時間がかかりそうです。はい、おそらく 2,3 試合置いて再開するのではないでしょうか。再び審判団が集まります。はい、選手はい、選手顔面オーダー注意2。はい、これは通常では注意1なんですが、はい、反則技によって相手選手が一旦、試合場を降りて治療をしなければならない場合は、はい、注意2が与えられることがあります。重い注意ということですね。はい、そして、まだ小林が試合に戻れない状況です。
まだ競技が続いています。まあ、佐藤もこの試合、まあ、比較的積極的に攻めていて、ね、勢いはあったかと思います、はい、それがちょっと思わぬ形になってしまいましたが、気持ちがちょっと先走りすぎたところがあったかもしれません。ただ今の反則は、はい、まず注意を与えまして、治療の状況を見て重大な負傷があった場合には改めてもう一度注意にとします。はい、もう一度取り直します。また小林選手の、ダメージの度合いによって、はい、まあ、さらに注意値が、加算されることがあるかもしれないと。なるほど、いうことですね。ひとまず注意1で、はい、そういうことです。とどまっています、はい、試合の続きは3試合後に行います。選手は一旦退場してください。場内から